今回の企画はドッキリ企画。マイクラ敏感選手権でいつも鈍感なタイタイに偽のエンドラ討伐企画を用意。実際には様々な間違いが用意されたワールドでタイタイが気がつくのかを検証する。果たしてタイタイは間違いに気がつくことができるのか。チャンネル登録お願いします。実はこの中に間違いが2つあります。わかるかな。はい、ということで、今日なんですけれども、今日は、初めてかな、あのゲストにドッキリ企画でございます。イエーイ。はい、今日ゲストに来ていただくのはね、あのみんな大好きタイタイなわけなんですけれども、まあ、タイタイね、やっぱね、鈍感なんですよ。今までその敏感選手権とかいろいろなドッキリ仕掛けたんですけど、タイタイやっぱね、鋭そうで鈍感っていうのが分かってきたんで、今日はタイタイに対して、敏感だったら気づくだろうっていう敏感ポイントを11個用意しました。はい。なんで、そう、タイタイがこう一緒にエンドラ討伐していく中で、あれここ変だぞみたいなところで気づいてくれたら、それはそれで嬉しいし、まあ、気づかずにそのままエンドラ討伐しちゃうっていう可能性もあるので、ちょっとですね、動画をご覧の皆様も、まあ、タイタイと一緒にですね、いつもと違うかもしれないっていうポイントを11個、見つけていただければなと。ちょっと間違い探し的なね、面白さもあると思いますので、はい、だから仕掛け人今回5人ですね、皆さん。はい。なるほど。僕たちはもうドッキリの内容とあの敏感ポイントは知っているので、まあ、タイタイにヒントを与えつつ、楽しくエンドラ討伐していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、今回なんですけれども、今日タイタイいる。はい、どうも、はじめまして、タイタイです。はじめましてではないだろ。今日はどうやらベッドで寝た時に思い浮かべたアイテムがゲットできる世界でエンドラ討伐ということでございます。ほう。はい、だから、まあ、夜がポイントですわね。夜こうベッドで寝た時にそのアイテム名を直接言ってはダメで、例えば、はい、なんか美味しいものとかなんかわかんないけど、はいはい、こう自分が連想しているもののワードを言ってスタッフ判断でそのアイテムが落ちてくるみたいな、それをうまく使って、はいはい、エンドラ討伐に有利なものをゲットしましょうの、回でございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。今日でもさ、結構簡単じゃない？人数も6人いるし、うんうんうん、ね、そんな有利なアイテムゲットできちゃったら、うん、サクッと終わるかもしれませんが、もう一瞬ですよね。一瞬一瞬、みんなで協力して、サクサクエンドラ討伐頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。よし、じゃあいいか。じゃあまずキー切って、 あっち村あるな。村向かいます。はい。まあ、一旦寝さん入る前に、うん、一晩迎えますか。あ、夜行きたいよね、さすがに。あ、そうですね。あ、どうした？マグマだまりあるじゃないですか。お、マグマだまりナイス。はい。いいね。ムラムラ。はいはいはい。ムラ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 。こっちあるよ、砂漠の村が。今回もタイタイさんにゲットしてもらおう。あ、タイタイ早っ。あ、みんないるじゃん、もう。早っ。なんか、うん。俺よいしょされてます。なんかしてない。いや、してないですか？大丈夫。してない。いや、うちはだってゲストにはね、あ、なんかゴールもう一体いる。立浪先生。いや、まあまあまあ、確かに立浪先生は別になんで僕たちが立浪先生の扱いが雑っていうんですか。いやいやいや、例外ですよね、あれはもちろん。石のつるはし捨ててる人誰ですか。はい、オンリーじゃない？オンリー、鉄ピンにしたらすぐ捨てるから。うん、なるほどですね。乗り換えの石ピンが。石ピン捨てるのはね、大体オンリーよ。うん、なんだなんだなんだ。なるほどですね。なんか、タイタイがすげえ伺ってきてんな、今日。いや、もう怪しいっす。まあまあまあ。怪しくはない。いや、頑張りましょう、頑張りましょう。何怪しいって。なんか、ポンさんが攻撃してきたりするんですよね。ごめんごめん。じゃあ、若い目集むから。若い目集むって何？山本さん。わかりました、わかりました。何オンリー種植えてんの？あ、いえいえ、なんか、ご飯多い方がいいかなって。まあ、それはね。うん、じゃあ、あ、そっか、まず夜になる。あ、じゃあ、ゲートをとりあえずタイタイ作ってもらっていい？鉄ある？はい。あ、今、はい、もらいました。オンリーちゃんから。じゃあ、さっきの、はい、あそこのマグマだまりで、
はい、ベート作って夜待つか。ベッドみんな持っててね。ベッド。あ、そう、ベッド。ベッドね。ベッドね。5個持ってます。あ、ナイス。確かに。タイタイ、じゃあ一番目頼むわ。はい、わかりました。うん。序盤にあるとすげえありがたいやつ。よし。ボンさん、なんでサボテン持ってるんですか？いやいや、オラ君だって持ってるよ。何やってんの、やめてよ。二人とも真面目にやってよ、真面目に。二人真面目にやってよ。最近すぐ遊び出すからな、この子。寝るタイミングでタイタイが、こう、はい、夢に見えた光景を、こう、もやもやもやって言っていただくような感じかな。もやもやうん。終わりました。おい。よし、じゃあみんな寝ようか。はい。はーい。じゃあおやすみなさーい。そうや。すげえカリカリしてますね。ああ、香ばしいですね、だいぶ。おー。え？あー、いいっすね。カリカリ香ばしい、いいっすね。いいっすね。カリカリし、気持ちよさそう。さあ、朝になった。あれ？あ？これで、あー、来た。おーおい。ベイクドポテト。ベイクドポテト。ちょ待って、今日大丈夫この企画。違うよ。頼むよ。大体何を連想してたの？ブレイズロッドですよ、それは。ちょ待って、やばい、ちょっと待って、この企画マジ。やばい、ほんと、ただのエンドラ討伐になる。ほんとにやばい。きついな、これ。え、これ大丈夫かな？まあいいや。ちょっと、じゃあ、寝座行こう、寝座行こう、とりあえず。寝座行きますか。とりあえず寝座行こう。チャリーン。前もなんかやったな、この。行きます？お絵描きしたやつ。あ、行こう。ああ、ありました、ね。お絵描き企画めっちゃ伸びたもんね、あれ。はいはい、はい。出た。おーおー、どれ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 、なんだ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 、おーおお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 おいや見てないっすよ。いやカリカリしてて落ちてきたじゃないっすか。俺見ましたよ、俺カリカリ。カリカリ要素こっちか。いやこのカリカリ。どういうカリカリっすか。ちょ待って、今日何裏企画あるよ、まさか。表面カリカリしてる。あれ？どうした、要塞ですよね。要塞な、要塞な、うん。うん。びっくりした。ロッドブレイズ、ブレイズいる、ブレイズいる。ああ、なんかみんな消せた。これ夢に。出たものをもらえる代わりになんか必ず悪夢的な その悪魔ありなの、プラスアイテムもらった代わりになんかその悪魔の契約みたいな、いやいやモンスター召喚される的なやつじゃない、いや普通にエンドラ討伐しますよそんなの。え、ハイタイさん、廃要塞行ってます？ありがとうはないです。2本目ゲット。俺いらないですけどね、別に。いやいや、これ通貨みたいなもんだから、サボテンは。痛いやばいって、マジでなんかやってるこの人たち。何がよ、何がよ、お父さん何やってんすか。違う、体育のポーションもらったわけですよ。いや完全にチェストに体育のポーション入って、それもうボンさんの通常なんや、もう。あ、なるほどですね。助けて絶対ウィザス級のダメージじゃない、ダメージが今入ったんですよ。ボンさんが殴ってるよ、さっきからずっと。違うって。いや。オラフ君。いや、僕じゃないっすよ。オラフ君、ダクガル君。そんな探してますね。大事ですからね。やるよ、ちゃんと。いや。おい、そんな探してください。おい、何を持ってんだ、お前、それは。やっぱ、エダパルです。なんか上か下から。ブリーズが。燃える、燃える、燃える、まあ、ごめん。
オラフ君取っちゃった、オラフ君取っちゃった。あ、お、いや、ええ、これパールいる、持っとこうかな。パール持っといてくださいよ、それは。ぜひ使いますんで。あー、使っちゃった。オラフ君何やってんだよ。ちょ、待って、なんじゃあもうボンさんとラフ君やばい今日、ちゃんと真面目にやって。いや、だって、メニクリスでした。やっちゃった。そりゃそうでしょ。そりゃそうだ。どこやったの？どこやったの？うん、いや、ノラエンダーマンやったらたまたま出たんで。ああ、なるほどなるほど。オラボン、オラボンが来たから大丈夫だ。もう後ろから俺どつかれますからね。行け、オラボ君、行け。いや、ボンさん飲んでるんですけど。ボンさん、行け、行け、行け。行け、ガン、うん、こう無敵よ、もう無敵よ、もう無敵。お、届かない、届かない、届かない。なんだよ、なにこれ、なにこれ。何やってんすか。ちょっと。届かない、柵の後ろ行きやがったの、あいつが。いや、最初から向こうにいたじゃないですか。ったの最初から向こうにいたから。ちょ、ごめん、ごめん、ごめん。うん、え、なにこれ、なにこれ、え、すごいな。めっちゃ湧いてるな。アンチを作りました。ブレイズロッドが落ちないですね。落ちる、全然落ちない。全然落ちない。2本逃げてください。こっち。こっちも2本ですね。まだオンリーちゃんからもらった。こっちも2本か。待って、待って、タイタイさん助けて、タイタイさん。タイタイ。タイタイ。タイタイ。おかしいって今日なんか。キャリーしてくれ。オンリーちゃんいるでしょ。収集がつかないですよこれ。やばいやばい。おいおいおい、これやばい。今僕4本4本4本。あ、俺3本です。あ、じゃあ足りますね。あ、じゃあいけるね、いけるね。はい。タイタイさん、どこいんの？どこいんの？ 8 本持ってるの？もっと早く気づいて、100足りるじゃないですか。じゃあ、OK。OK、じゃあみんな。とりあえず、廃用祭行きましょう。廃用祭行こう、廃用祭。廃用祭行きましょう。一回帰って寝てもいいですよ。あ、一回帰ろうよ。ちょっと夢見ますか、夢を。夢見たい。誰来ます？何が欲しい？何が欲しい？そこはもう想像よ。オッケー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 。俺はみんなの夢叶えるわ。おかっこいい。頼もしい。頼むよ。じゃあロットこの中入れとこう、ロット。はい。じゃあボンさん夢見る係でいいですか。オッケー。お願いします。ボンさんの夢、どんな夢だろうな。頼むよ、ちょっとさっきベイクドだったから。オッケー。よし、寝よう、みんな。ゾンビが激しい、ゾンビが激しい。せやせや。うやー。せや。じゃあ、あー。金欲しい。汚い大人だな。急に。ボンさん。ボンさん金欲しいとか言うからクリーパーが。金欲しい。金来た。金来た。金が来た。ほら来た。ほら来た。ほら来た。ナイス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 。あ、それわかりやすいね。ファインプレー。ファインプレー。ファインプレー。パール欲しいですね。じゃあ廃用水行きます？はい、行こう行こう行こう。行ってください。はい。あ、もう橋ができてる。めっちゃ金置いてあるんですけど。橋？めっちゃ金ブロック置いてありますよ。橋どこ？ラッキー。あのタイプ、あの感じです。廃用祭すげえな、さすが。ナイス。当たりやん。いい要塞ですね、これは。なんか廃用祭何タイプかあるんだよね、オンリー。あります、あります。もろ見えタイプです、これ。もろ見えタイプ。もろ見えタイプ。もろ見えタイプ、今絶対名付けたの今でしょ。夢叶えるラン。あれ、こんなタイプあります？あります、あります。そんなはずないんですよ。おもろ。すごいね。ここまであったってことでしょ。なんか元々ね、うん、ここまであってなんか潰れたりとかじゃない？ボンさんが全部って全部金ブロック持ってってる。全部吸ってったんですけどボンさんが。ボンさん脱弾しながら見せ場ないから、見せ場ない。見せ場ないから。後輩のあれを取るんですか。え、みんな気をつけて、ピグリン怒るかもよ。いや、なんかいいな。ああおい。あ、取りたい。タイタイの金目の門が全部座れてる。ちょタイタイ、まあ、攻撃を進めますかね。はい、攻撃してパルゲームしていっちゃいましょう。行きましょう。ああああああタイ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 、これやばいよ。わざとやってないですよ。わざとやってないですよ。なんか今日ね、なんかね、裏企画やってそうなんだよな。やってそうですよね。タイタイなんかしてるんだよ。タイタイなんか してるでしょ。いや、こっちのセリフですよ。なんかやってる。何やってる。俺金なるで、なるで、何流してんの。オラフくんかな、集まってくるから。あ、オラフちゃん、オンリーちゃんか。ボンさん、ボンさん、豚と一緒に。なんか入れられたの、入れられたのよ。ねえ。えっと。おいあ、ユキンコ。ユキンコに対して圧と高いな。しかも俺になすりつけようとしてたからね、今。俺のように来てね。おい、ユキンコ。やばいな。この、
人がやばいですね今日は。いや最近いつもよ、ちなみに。最近、あ、こんな感じなんですね。うん、あ、パール2連チャンで出た。おナイス、ナイス。14パール14行こう。じゃあゲート作るんでついてきてください。はい、はい、ついていきます。ついていくぜ。どっちだ。あ、なんかすごいいい感じの、あの辺に作りたいのにあの辺にハイポータルある。ハイポータル行こう。おお、そういうのがあるんだ。あ、坊さん、坊さん、坊さん、早かった。張り切りすぎ。ちょっと待って、坊さん早くない？いつもより動きが圧倒的に早いんだけど。そこだから。え、なんでそんな一人だけ？あの船で船で。いやいやいや。これでしょ、これでしょ、これでしょ。そこそこそこ。だって、ああ、僕も乗りたかった。ああ、いや。誰か船作れないですね。オンリーゴー。船作れないですか？あ、作れる作れる。あ、マジでこの辺です。え、もう作ったんですか、坊さん？ちょっと待って。え？よし、行こう。レッツゴー。おー、レッツゴー。めっちゃ入ってる。こっからパール投げます。近い、もう近い。あ、はい、マジかよ。え、ボンさんやりました、これも。完璧。疑われちゃうけど、違う。え、ちょっと待って。え、ポータルビューやん。え、これはやってるな、ボンさん。やってないのよ。ボンさんやりました、ね。やってるでしょ、これ。確実にやってる、さすがに。やってないのよ。本当に本当にシルバーフィッシュやばい、シルバーフィッシュやばい。シルバーフィッシュ気をつけて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 。うわっ、待て。めっちゃ奥、めっちゃ奥、めっちゃ奥。いや、湧きすぎ湧きすぎ湧きすぎ。これ湧きすぎ湧きすぎ。ちょっと待ってんだ。シュ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 。これ、ボンさんが、ボンさんベッド立ててくれてますよ。死んだらまずい、まずい。死んだらまずいよ、これ死んだらまずい。ボンさん頑張って。まずい。いや、ごめん。なんかいますけどね、なんか。怖いです。大丈夫みんな。どうしたの大会。じゃあ行きましょうか。あ、もう寝ますか。消えそうですね。みんな寝た。はい、はい、リスポーンしました。リスポーンしました。はい、リセットしました。リセットしました。え、てかこれ、アイはめました？はまってますね。はめたんじゃん。アイはめてないよ。いやいや。あれ？いや、生き返るようになってますよ。またボンさん？またボンさんか。ちょ、違うって、違う。そのあれよ。あるじゃん、あのすごい確率で。ないでしょ、さすがなんか、なんか行こう行きますか、行きましょう、ゴーゴーゴー。なんでこっちにいんの。やばい、めっちゃ来た。なに行きましょう。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。なんか、おはれエンチャンされたやつ持ってね。いや、なんか、宝箱入ってた。よし、行こう。おかしいぞ、おい。エンドラ倒そう、エンドラ。おい、おかしいぞ、オンリーちゃん。おい。これ爆発するよ、これ。あれ、爆発した。おい。ボンさんが何やってんの。違う、オラフ君でしょ、今。あ、オラフ君なの。すげー。わかんない。どっちかわかんない。なんか、ここおかしいぞ。おかしいぞ。どうした？あ、エンドラ来た、エンドラ来た。エンドラ来た。待って、あ、クリスタル破壊してないか。なんかあの、倒せ。村人さんとかいるんですけど、こっち、後方に。どういうこと村人？あ、いた。いないよ、いない。カナドコとか村人。あれ？何言ってんすか？戦って。エンドラ倒そう。耐えたよ、俺やん。タイミングとか。どういうこと？いや、耳はちょっと一旦やめてください、エンドラ討伐。ちょっとここに。タイタンのとこ集合。集合してください。どうした？なんかおかしいぞ、この世界。どうした？何が？あの、こっち来てください、皆さん。どこだいたい。ここ、見えます？これ。黒曜石の塔ですね。うん。に一応ガラスとか扉がついてるんですけど、あら。これ、あれじゃん。タイミとかが、タイタとかがいるんですけど。バージ 1.17 だから。あれ、C 番上ね、1.17。はい。新バージョンだから、追加されたと聞いたけど。新バージョン大体追加されてんの？名前はランダムでしょ、そりゃ。全然くなった。いや、名前ランダムとかないですよ、そんな。そもそも。関係ないでしょ、名前とか。つかないでしょ、絶対。名前はランダムでしょよ。そりゃ、さすがに。それは雑すぎるな。え？え？なんか違う？あ、やばい、村人やられてる。やばい、エンドラ倒す、エンドラ倒す。こういうこと言うか。俺のせいか。出れなくなったじゃん、大体。出れない、マジで。大体のせいで、ほら。ごめんなさい、これは本当に僕のせいで。え、何もやってないです。
エンドラーとクリスタル壊すに手伝ってもらいました。ちょっとあごめんごめん、オンリーで任せたんですよ。ほら怒られた、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 怒られたじゃん。怒ってる、怒られてる。すいませんでした。申し訳ない、痛い痛い痛い。申し訳ない。よし、エンドラ倒せ、エンドラ倒せ、倒しましょう。じゃ 1.17 なんですかこれ。あの新バージョンだね。新バージョンだと岩盤がないんですか、ここの岩盤あるじゃん、こういう。いって、いって、今ジャンプ切りしたしょ、誰だジャンプ切りしたぞ、誰か完全に恋だな、それ。いた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 、俺死ぬ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 。エンドラ倒して、エンドラ倒して、エンドラ倒しましょうよ、エンドラ倒して、エンドラ。あ、それぞれ部屋があるな、ちょっと入ってみようかな。エンドラの湯。え、疲労回復、え、そんな音声あんの。え、いや、疲労回復を歌ってるんですけど、うん、しないです。ああ、まあ大体そうだよね、温泉って。ああ、そう、わかるわかる、そんなもんすそんなこと言わないでください。あんな聞くわけないもんね、なんかもう。あ、まあまあ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ回復するみたいな書いてるけど、うん、はいはい、俺だけ、エンドラ来た、エンドラ来た、エンドラ来た、エンドラ来てるよ、エンドラ来てるよ。大体斧あげるわ、大体斧。あ、斧ありがとうございます、ありがとうございます。倒して倒して、やべ、あ、早い、強いな。ハイターさん、一個ぐらいクリスタル壊しました？壊してないですよ。ちょっとオンリーに任せっきりはダメよ。クリスタルないやん。一緒やん。一緒に死んだ。ボンさんと何してんの、ボンさんとラッキーは。本当、一緒に死んだ。ノータイミング始めました。何をしてんの、意図もせず。いつの場所で一緒に死んだ。意図せずね。何なんだ？あれ？あ、来たよ、来たよ。結構特殊ですね、これ。確かに。やりましょう、やりましょう。え、誰かやりました？なんだっけ、塔の黒曜石の上のやつ。あ、クリスタル壊してない。クリスタル、誰か壊し、オンリーちゃんやりました？オンリーが壊してる。あ、すごいな。あ、はい。覚えてないですね。オンリーと面か。覚えてない。アイダイさん、ちょっと取れ高が心配なんで、なんか面白いことお願いします。無茶ぶりが過ぎるんだよな。せっかく来たから、せっかく来たからさ。かゲストをこうで、え、ゲストこういうふうになる。襲われてる。確かに。あ、来たよ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 。お、来た。いや、今日結局夢も2回しか見てない。2回しか見てないし。確かに。ベッドないの。いや、ないよ。よし、行こう行こう行こう。これで倒そう倒そう倒そう。いて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 。早い。早い。早いな、いなくなるの。あ、ラスト決めよう、ラスト決めよう。じゃあ俺が決め、いて、いて。マジで。やばいって、この人たち。ああ。あれだ。オッケー、オッケー、オッケー、ナイスー、ナイスー、お疲れ様、ナイスー、イエーイ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 、いや、俺誕生日じゃないですよ。なんでだ。誕生日、いや、みんな入ろ、終わろ、終わろ、はいはいはい。チャリリーン。はい、ということで、今回は、夢見た、アイテムが実際に手が入る世界で、エンドラ討伐、無事エンドラ討伐成功でございまーす。ありがとうございました。はい、ということで、まあ、結構あれでしたね、夢見なかったけどクリアまで行けましたね、なんとか。まあ、あんま夜になんなかったですからね。まあ、確かに現世にいる時間がそんなにいなかったから、ね、はい。ということで、大体今日はゲストに来ていただきましたが、どうでした？すごくスムーズに、はい、攻略できてよかったと思います。はい。あれ、なんかおかしいんですよね、今日。どうしました？何が？そこにうちの編集マンがいたり、なんかえ、なんかおかしいんですよね。え、大体、え、まさか敏感ですか？いや、敏感ですよ。気づいてました？いや、気づいてますよ、それは。ただ、そのみんながマジで気づかんからなんか、ふざけてんのかなと思って、普通に。大体これ気づくとは大体かなり敏感でございます。おし、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回の本当の企画は、大体敏感企画でございます。今日エンドラ討伐を、した中で、うん、はい、いつもと違うものだったり、いつもと違うことが11箇所ございます。11箇所あるな。11箇所、11箇所あるんですけど、はい、まあ、今までこう敏感選手権たくさんやってきたじゃないですか。
あ、やってきました、やってきました。数多くの敏感選手権やってきたんですけど、大体一個も敏感ポイント指摘できたことないんですよ。はい、はいはいはい。まあ私一個も、あ、そうですね。確かに確かに。うん、全て鈍感なので、今日はですね、そんな大体でも気づける敏感ポイントを11箇所用意しました。うん、ありがとうございます。果たして大体は11箇所全てに気づくことができるのかという答え合わせを今からやっていきたいと思います。はい、なるほどですね。わかりました。やりましょう。それでは、タイタイ、敏感ポイントをお願いします。はい、マグマの妖精がいる。タイタイ。はい。敏感でございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、それはそうです。鋭いね、鋭い。ありがとうございます。幸先いいですね、はい、幸先いいです。はい。村の屋根が、全ブロックになっている。村にある畑が、人工物である。まあ、現世はちょっと難問でした。じゃあネザー行きますか。ネザー編、ね、はい、ネザー編。ここに金ブロックがたくさんありましたよね。ありました、ありました、ありました。そんなわけがない。大体、大体、はい、敏感でございます。ありがとうございます。それはそうですよ。最近勉強してるんですから、それは。やっぱ気づいた。間違えてらんないです。何型だったっけこれ。え、あ、何がすか？むき出し型。絶対忘れてるじゃないですか。あ、もうそれ、適当に、適当に言ったんですよ。丸見え型かむき出し型かな。そんな感じでしたよね。むき出しそうになった。うん、こちらに、まあ、ありえない形の、人工スポナースポットがある。見てないから、ここ俺。だからもう大体ずっと、もうね、めちゃくちゃ大体呼んでたのになかなか来てくれなかったから。普通のとこでやってたんですもんね。ごく普通の。見てない。大量に、大量にブレイズが湧く、はいはい、変なブレイズスポナーがあるっていうのが、敏感ポイント一つでございました。じゃあ続いてエンド編いきますか。エンド編いきましょう。これはもう、はい、エンド編はもうね。違和感しかなかった。ネザーゲートを作って、はいはいはい、ネザーに行くときなんですけど、おお、行くときに死ぬほどシルバーフィッシュが湧いた。大体どうですか。はい、敏感でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんか最初から空いてた。大体はい、敏感でございます。ありがとうございます。おかしいことだと、すごい、おかしいことだと、俺絶対エンダーパール全部持ったからね。ネザーのハイポータルが、はい、ポータル部屋につながっているっていう、敏感ポイントがありましたが、まあまあ確かに言われてみればおかしいですよ、これは。そんな偶然ないよ。下見してるんやろなみたいな感じでしたよ。いや、僕たちも初めてでしたよ、もちろん。はい、じゃあ続いていきますか。はい、はい、黒曜石の塔がたくさんあるじゃないですか。あ、黒曜石の塔、はい、はい、そこに、うん、うん、文明が存在している。黒曜石の柱の中に村人が住んでいる。はい、はい、タイタイ敏感でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、すごいすごい、すごい敏感、敏感、すごい。さらに文明感、それとあとエンドクリスタル、はい、が最初からない。タイタイ、はい、敏感でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、エンド編いいよ、エンド編いいよ。いや、順調よ。さらにまだありますよ、はい、まだここに岩盤があるじゃないですか。はい、岩盤ありますね。さらちになってました。あ、岩盤が平べったい。はい、はい、大敏感でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。はい、そしてうわ、すごい。そして最後のだけでも当ててほしいんだけどな。欲しいな。最後のだけでも、うん、まだあるんですか？これも最後の敏感ポイントだけは当ててほしいっていうのがあるんだ。うちらのメンバーでさ、うん、これあれっすか？ん？ボンさんとオラフ君の中身が入れ替わってる。大体。はい、敏感でございます。あ、やった、すごい。よくわかったな。え、最後のやつだけ？え、いや、なんか、うん、2人がその常に一緒にいたっていうのは。あー、なるほどね。なるほどね、なるほどね。確かに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 。今日撮影中ずっと一緒にいたわな、うん、そうなんですよ、ずっと一緒にいたし、うん、なんか行動となんかこうやってること
言動が合ってない言ってることが本当に矛盾してて、うん、あ、すげえ名前入れ替わったあ、本当だそう、今回は、ボンさんが、オラフ君を、はい、オラフ君がボンさんを、プレイしておりました。あー、なるほどですね、はい、だから、まあ、タイタイがちょっかい出してやめろよやめろよみたいなくだりだったり、まあね、はい、お互い言動が噛み合わなかったりみたいな、ことが発生いたしました。はいはい、気づいたね。いや、でも それはすごい大体。最後、ありがとうございます。うん、最後気づいたのは素晴らしいですね。はい、はい、ということで、今回大体は、まあ、最初のでも現世は難しかったにしても、まあ、ほとんどの敏感ポイントを当てたので、はい、まあ、今回改めて大体は、ドズル社と、そしてマイクラへの愛があるということが、証明されました。敏感でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった。愛は怖いですけどね。これもし俺見捨てたら愛がなかったっていう締め方になってるってことですね。そうなります。そうなります。やっぱないんだなって。やっぱ大体は愛がないんだなっていう結論になりましたから。じゃあ次からは事前に、はい、よろしくお願いします。はい。はい、ということで、今回はちょっとゲストの大体をね、はい、まあ、ドッキリ企画といいますか、まあ、お迎えする企画でございましたが、はい、またね、ちょっといろんな企画やっていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方、はい、ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。なんかお願いばっかですいませんすげえお願いばっかしてんなと思って俺たち